はい、コズノの夢部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきますよ。今日届きましたね、届いたばっかりの、商品、こちらですね、プレミアムバンダイから HG ドラゴンボールスーパー力の大会クライマックス編ということでね、こちらがね、今日届いたんで、こちらをね開封していきたいと思います。まずね、この段ボールじゃ何もわからないんでね、この段ボールから、出してみましょう。早速ね、こういきます。はい、ということでね、開封しました。こちらですね。はい、まずね、ケフラで身勝手の悟空がついてるんですね。まあ、兆しの方ですね。はい、で、ご飯。で、ヒット。こういうラインナップでね、計4体。4体なんですけれどもね、まあ、なかなかにお高いですよね。4体しか入ってないのにっていうぐらいの値段ですね。まあ、詳しくはね、調べてください。こういう感じでね、ハイグレードリアフェギュアドラゴンボール、はい。まあ、特にリアは書いてないしね。はい、こういう感じですね。一番自分がね欲しかったのは、やっぱ身勝手の兆しの悟空が欲しかったんでね、まあ、これがなかったら、まあ、買ってはなかったですね、ということでね、早速、デッキの方を見ていきましょう。まあ、とりあえずね、箱から一回出してみましょう。はい、はい、ね、一応箱を見たらね、こういう感じで入ってましたね。もうブリスターに入ってる状態で、もうすでに組み上がってますね。なるほど、今までに、ね、ない感じだな。まあ4体だからっていうのもあるのかな。じゃあとりあえずね、じゃあもう1体1体ね、まあ開封して、詳細をね、見ていきましょう。はい、ということでね、開封し終わりました。ではね、一体一体見ていきましょう。右から順にいきます。まずはね、ヒットから。いや、これね、実際はまあ HG 自体が小さいですけど、小さい割にはすごくよくできてますね。この普通にね、ビラビラの内側もね、ちゃんと造形されてますしね。いやー、これいいな。ヒットのあれにしちゃう、すげえ。この大きさでこのクオリティだったらもう大満足ですね。うわー、これいいわ。文句ないね。はい、で、お次が、ご飯ですね。はい、まあ、こう見るとね、ほんとすごいね、かっこいいんですよ。よくできてるなっていう感じがあるんですけど、こうツンツンヘアでね、いやー、これはよくできてるなと思うんですけれども、よく見るとね、見てください、塗装のこれはあかんやろ。これは厳しいな。あとね、ここの腕にも付着してるんですよね。なんかご飯だけね、なんかやたら汚いんですよね。勝手にウェザリングされてるみたいな。ちょっとこのこれ入れ墨じゃん。ご飯って入れ墨してるのか、これもしかして。これ脱いだらもう竜の入れ墨がすごかったりねもうそんぐらいなんかもうはみ出てますけど。いや、これちょっと残念だよね。
造形自体はすごくいいのにな。そういう塗装のところちゃんとしてほしいわ。すごいね。まあ別に気にならない程度だったらいいんですけど、いやこれ気になるレベルだからね大きさ的に。ここら辺もあれね、黒いし、これはちょっと外れだな。いや造形自体は当たりですけど、塗装は外れだな。まあいいか。なんかこう竜のタトゥーを体に入れてるご飯と思えばすっげーポジティブ、でも悪くはないんだよね、ほんと造形は、しっかりできてるよね。 HG っていう枠にしてみてすごくねよくできてると思いますよ、造形はね。はい、で、続いてがですね、結構珍しいですね、ここら辺までの立体感になるとね、はい、ケフラですね、はい、いいね、このポージングがいいよね、まあ、こうね、顔はまあ似てるか似てないかはね、よくわかりませんが金が割れてるっていうね、ここら辺にね、まあ、特にこうね塗装のあれがっていうのはご飯ほどはないんですけどね、髪とかもねすごくよく見るとね、俺全然アニメで気づかなかったけど、ケフラって何気にこうやって髪結ってるんですね、これね全然気づかなかったけどね、言ってるんだな。であとこれ塗装の、また塗装かよと思ったけど、これってなんだろうね、なんか元からなんかベルトのあれを刺すようなあれ感じかなと思うんですけど、元結構立体になってから、これってこういうのついてましたっけね、まあよくわからないんですけどね、結構こう立体物みたいな感じでついてるんで、無理に剥がそうとするのあれかなと思ってね、そのままにしときますけど、いやまあいいね、やっぱ出来がいいね、やっぱそれなりに高いだけあるな。まあね、ここまではいい、絶好調じゃねえよ、これはダメだよ。で一番肝心な、はい、来ました、でん半端ないんすけど、出来半端ないよ、これ何これ、このサイズでこれやばいでしょ、めちゃくちゃかっこいいんだけど、うわめっちゃかっこいい、これやっぱなんだこれ、造形も素晴らしいしね、ほんとね、もう塗装のあれ勘弁してくれと思ってね、いろいろ見たんですけど、塗装のムラはないですね、当たりですこれは。でよく見るとね、後ろの髪色がね青いんですよ、青みがかってるっていうのが、それでこうね、ほらグラデーションかかってるんですよ、中央でこう青に染まってるっていう感じで、まあ、そこら辺が兆しのあれなんだろうね、髪色っていうかね、真っ黒じゃないんだよね、原作でもそうだけど、うわこれやっぱ何これ、このサイズでこれはやばいだろう、いや兆しのこのフィギュアはやばい、超かっけ、
いやね、もうご飯はもうこれで帳消しになりましたね、もうね、もうこれでもう十分、これでもう俺のその満足度がマックスに なったんだね。いやこれはやべえ、すげえ、うわこれはすごいな。はい、ということでね、こういう感じで、実際ちょっとね近くで、まあ、最後見ていきましょうかね。はい、ヒットね、ヒット、はい、でご飯、こう見るとご飯もかっこいいんだけどな、ただ龍のタトゥーが入ってるからな、ちょっとやんちゃご飯でケフラ、うん、まあ、ケフラはねちょっと下向いちゃってるけど、でやっぱこの身勝手の極意、キザシ、いやこれ何回見てもこれ超かっこいいわこれ、いやー素晴らしい、やばすぎたわこれ、買って終わったわこれ、結構高い金出して買って終わったわ。 HG だからね、そうでもないだろうと思うけど実際高いですね、調べてください、うん、いやこれはね皆さんね、お金に余裕あったらね、オークション動画で多分もう出回ってるんでね、買った方がいいかもしれないです。まあ値段によると思うけど、まあたまにね、バラで売りさばいてる人がいますけどね、うん、だからその人から身勝手だけでもね購入した方がいいですよ。身勝手決定版ですよこれ、小さいの、うん、まあ、ご飯はこれちょっとあれだけど、まああとヒットとね、うん、あとケフラもまあなかなか、特にねヒットがなかなかいい出来ですよこれ、うん、やっぱねこう、やっぱねかっこいいですよねヒット、うん、作り込みもねやっぱ小さいからってね手抜きも全然してないしね、すごいよくできてる、うん、っていう感じなんでね、以上になりますね。はい、まあ今回はねほんとこれは大満足な、フィギュアでしたね。はい、まあ一応ね、次の動画もちょっとドラゴンボールのフィギュアを紹介する予定ではありますんでね、もしよろしかったら、このままチャンネル登録、あとね、動画を見ていただけましたらぜひねいいねボタンを押してください。では今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。